エナのところにはおそらくなんか脅しの電話入ってるらしいぞ。あ、そうですか。お前のとこないか。あ、自分のとこはないです。お前どっか右隠せ。自分ですか。あの、それはどっから、どういう人が脅してるんですか。分かんない、脅してないから分かんないね。本当ひどいよね、この土地の若っていうやつは。そういうことがうちにあったが、はい、俺はあの部屋を守るし、お前も最低限の。あ、はい、分かりました。もしお前の身に降りかかるとか、はい、うちの部屋になんか嫌がらせあるとか、はい、そういうことあったら絶対俺徹底的に戦うからね。分かりました、はい。個人的部屋じゃないんだよね。教会の全体見ないといけないの、はい、こんなやつが理事長になったら本当教会潰れてまうで、ほんま。はい、わかりました。失礼します。師匠からちょっと連絡入ったんだけど、あの江夏さんのところになんか脅しの電話入ってるっていうのよ、はい、それ本当？脅しとはどういうことなんですかね。え、いや、そんなないですよ。ない。自分は聞いてないです。あ、聞いてないの？聞いてないんだって、はい。いや、なんかそういうことで、なんかやばいことになってるらしいから、お前もちょっと身を隠しとけよなんて言われてんのよ。あ、本当っすか？いや、俺はなんかそんな危ないこともあったことないし、ここまででかくなれば、もう命も狙われないよ、はっきり言って。はい、うん。でね、やっぱりほら、はい、嘘ついてるグループいるじゃない。提出して、引退届提出したけど、やってなかったっていう親方たちも、なんかね、不服があるみたいで、うちの親方のところに、うちの弟子たちをやってねえのにっていうことで、なんかぐずぐず言ってんだってさ。うん、だから、全部、俺がやり取りした、それ、上から下まで、まあ、大関琴欧州から含めて、俺より絵なのが知ってると思うんだ、大体のところ。もし知ってるんであれば、そのグループの中で、どういう回し方をしてたのかっていうのが分かったら、メールしてほしいんだよね。そういうことなんだよね。はい。じゃあ、まあ、それであれですか？で、そういう師匠のところに来るとか言ってるんですか？他の部屋の師匠は。だから、なんか、ひょっとしたら、裁判じゃないけど、そういう風になった時に、はい、いや、間違いなくそれはないと思う。だって、俺なんかに裁判したって、俺なんかやったって認めた張本人だし、そうだった。また何かあったら、はい。わかった。で、今は当分、はい、部屋にいるでしょ？あ、当分いますね。で、なんか、例えば、仕事とか決まってんの？いや、まだ全然。まだ。じゃあ、俺と一緒だね。わかった。はい。はい、じゃあ、また、はい、お疲れです。はい、はい、はい。はい。なんかね、これ、10年経って、みんな、もう何十人って辞めた力士がたくさんいるんだけど、幸せに暮らしてんだろうかね。幸せに暮らしてたらいいけど、本当に。ね、下取りなんかちょっと、九州で、なんか、鶏の鶏卵の仕事をしてるとか、そういう話は聞いたり、いろんな話聞いてるけど、まあまあ幸せになってればいいけど、もう、片や幸せになってなくて、片やね、幸せになってるっていうのも、なんかおかしな話だなと思うけど。まあでも、土地の方がね、こう、脅しいっぱいかけて、ね、一応だから結局、自分がなんていうの、理事長目指してんだろうけど、無理だよ、こんなことしてたら。理事長にしたらみんな笑ってやってくれよ、相撲協会で。本当に。ダメだよ、こんなんだったら。そうもない。